ちょっと君をです。なぜかですね、突然鎌倉に来ていますけども、特に意味はないんですけどね、せっかく来たので動画を撮ろうと思うんですけども、テーマとしてはですね、多くの人っていうのはね、才能というものを、どうもね魔法のようにして考えてるんじゃないかと思うんですね。ですからね、そのまあ一般的にその才能があるというふうにしてね、まあ、アーティストなんかでもてはやされている人はですよ、世間でもてはやされて一般にその尊敬されている人はそのね、なんか僕が見たところね、なるほどって気づいたんですけども、あの魔法使いみたいな人がね、もてはやされると。だからその才能とはもう魔法であって、アーティストは魔法使いであるとね、でどういう人が魔法使いなのかというと、あの、まあ、例えて言うならば草間彌生さんとかね、ね、でそういう風にするとあの納得していただけるんじゃないかと思うんですけども、あとね奈良美智さんね、そういう方々ね、やっぱりこう魔法使いのようにね、思われてるんじゃないかなというふうに、思うんですね。で、まあ、実際ね僕もねそういうふうに考えておりまして、僕がまあ僕自身ね、その、小中学校、全然勉強できない子供でありまして、まあ、高校もそうですけども、ところがクラスで、まあ、一応一番絵がうまいぐらいの、ものでありまして、こう自分自身をねその魔法使いのようにして、思っていた節があるんですね。でさらにね、その中学の時に、田中君という同級生がいまして、この人ね本当にね、全然僕なんかよりも全然絵がうまくて、もう天才的に絵がうまくてね、本当にねもう本当に魔法のように思えたんですね。特にそのデッサンの予備校とか通わなくても、そういう写実的な絵をねこうスラスラっと何も見ずに、描くんですよ。そのゴジラとかね、あとスターウォーズのメカとかね、そういうの描くの落書きがうまかったんですけども、まあ、その落書きレベルを超えて、写実的でね大人びた絵を、描いている、ね、でこういう人にはかなえないと私は、思ったんですけども、まあ、アーティストをね、実際にその私もその大学卒業してアーティストになろうと思って、でアーティスト始めてみると、やっぱりそのね、才能というものはね、その魔法使いのような魔法のようなものではないということに、だんだん気づき始めたんですよね。でそれでいろいろ考えて、自分の作品をどのように成立させるかと、ね、でいろいろ考えて苦労をしてきて、で今あるんですけども、しかしね振り返ってみるとっていうか、周りを見るとね、相変わらずね、そのやっぱりそのアーティストの才能というものを、世間が、魔法のように捉えていて、そして魔法使いみたいな人がもてはやされていると、ね、そういうことに気づいたんですね。でね、もう一つ言うとね、その作品を褒めるときに、うまいですねとかね、こんなに写真そっくりに描いてね天才じゃないかとかね、だからそのうまい下手、うまい下手っていうのがまず評価軸としてあるんですよね。ところがね、そのこの作品は頭使って作られていてすごいですねっていうね、そういう褒められ方ってね多分ほとんどねないんじゃないかと思うんですよね。まあ、僕自身がそのアーティストをやる中で、分かってきたのは、その美術作品というのはその頭使ってね、作るものだと、ね、だから自分の作品がどうやって成立、美術として芸術として成立させるのか、ね、っていうのはものすごい頭使うわけですよ。だからその他人の作品を見るときもね、この人どれだけ頭使って作品作ってるのかっていうのが、まあ気になるわけなんですね。で大抵はねこれね頭使ってないですよ。だからね、僕の違和感はそのやっぱり魔法使いみたいな人ってね、魔法使いみたいなアーティストってね、あんま頭使って描いてないんですよ。だから、魔法なんですね。でそれに対して私が尊敬するのはっていうかね、そもそもねその、
レオナルド・ダ・ヴィンチ先生ですね。ダ・ヴィンチの主義という、ダ・ヴィンチ先生が書いた文章が、岩波文庫で、出てますけど、それ読むとね、とにかくそのまあダ・ヴィンチがいかに頭を使って絵を描くかということがもう司祭にも強調して描いてるわけですよ。でとにかくね、やっぱりルネッサンスの時代ね、から、画家っていうのはちょっとねバカにされるところがありまして、やっぱりその一般的にそのヨーロッパでは、まあ、日本でもそうでしょうけども、あの手を使う仕事というのはあのちょっと軽蔑の対象になるわけですね。その頭使う人よりも、手を使う人は、下だと見られていたわけです。でそこを反転して、ダ・ヴィンチはその頭を使って絵を描くと。でそもそも絵を描くっていうことは、頭を使うんだと。でどういうふうに頭を使うのかっていうと、その絵っていうのはその平面ではありますけども、その平面なのにその立体空間を描くわけですね。立体のオブジェクトを描いて立体の空間を描くと。でその平面なのにそこにその、まあ、いわゆるその深い遠近感をねこう表現すると、ね、で人体にしてもこうリアルな人体をこう描くと、ね、でそれにはねもうすごい頭使うんだっつってね。で彫刻家よりも頭を使うと。彫刻家はだってあの影つけなくてもこう立体につければそれ立体になりますからね。でそれに対して画家っていうのはその頭使ってどこに影どういう陰影をつけたらいいかっていうのをね、全部その頭で、ね、理解して把握してそして作り上げなければならないと、ね、詩人だって詩人だって言葉で書けば何だって詩は書けちゃいますけども、絵っていうのはとにかく具体的に書かなければ作品にならないので、とにかく、もう広範な知識をね、だからその材料に対する知識もそうですし、遠近法についてのその理論の知識もありますし、あと解剖学もね、知ってなきゃならないし、あとその個々の対象物ね、例えばこの、植物であるとかね、その水の流れであるとか、そういう、自然科学物理現象、全ての知識を、持ってないと、あらゆる知識を持ってないと、絵は描けないと。だからその芸術におけるその知性の大切さというものを、ダ・ヴィンチは主張してるんですけども、いつの間にかその、その結局、まあ、これも毎度のことですけど岡本太郎のせいにしちゃいますけども、まあ、岡本太郎が主張したのは反知性主義ですね。あの芸術は知性とは関係がないんだとね、精神なんだ、精神っていうかね、その精神だってね鍛え上げなければねそのダメなんですけどね、そのやっぱ原始のままの生まれたままの精神でいいんだというね、そういう反知性主義的な、主張ですね。これが、一般化したと、ですからね、その、まあ、岡本太郎自体が、まあ魔法使いですよね、魔法なんか誰だって使えるんだっつってね、先入観があると魔法は使えないっつってね、余計な知識があると魔法は使えないんだっつってね、そういう主張をするわけですよ。でそうすると世の中その、魔法にかかったようにね、その反知性主義に、傾いてしまって、まあね、芸術の本来性というのは失われてしまうと。で芸術の本来性って何かっていうと、その前の動画でも言いましたけども、その陶磁店ですね、東のお寺と書きますけども、京都にある陶磁、ですね。で真言密教ですね、仏教の中の密教のお寺で、その空海が、中国に、修行に行って、その当時最先端の知性であるところの密教の、全てを、ね、持ち帰ったと。で、まあ、空海っていう人はものすごいね頭のいい人でね、とにかくその中国の師匠の慶華という人が、もうこいつはもう中国に我が国にいないぐらいの天才でね、こいつに全部授けるっつってね、自分の弟子を差し置いて、全てを空海に託して、そして、本来は20年間の留学の予定がその2年で、ね、こいつ優秀だからもう2年で全部分かっちゃったっつってね、で日本に、送り返したと。それで、当時のお寺をその空海のお寺にして、そこにその、まあ、密教美術をね、中国から持ち帰った密教美術
を収めるとともに、密教の教えに従って日本の、独自 の、 その宗教美術ね、仏画とか仏像とかを作るんですけども、そのなぜ仏像仏画を作るかというと、それはその、仏の教えは、経典として記されていますけども、しかしね、その字で記すには限界があるんですね。あの言葉では言い表せないことがあると一般的にも言いますけども、それをね、その仏像仏画で補うと。だからその仏像仏画、つまりその絵画彫刻ね、そういう造形美術はその、単にね、その造形物であるとか、その見て楽しむとかね、そういうもんではなくて、その哲学のね、宗教哲学思想の一端を担うものであると。だからその、まあ、すなわちその、知性の表れなんですね。文字で書いたものだけが知性ではないわけですね。言葉で喋ったことだけが知性ではないわけですね。その知性そのものがその芸術として具現化していると。だからね、まあ、その当時でまだもうちょっとやってますけども、東京国立博物館ね、上野東京の上野でやってますけども、まあ、どのね作品もいいとは、中にはいい作品悪い作品あるんですけどもね、こういいやつはね、もうバーッと館内見回ってもね、ハッとそこでね立ち止まるぐらいね、すごいのがいるんですよ。すごいのがね、もうなんでこんなすごいんだってね思うんですけどね。それはね、その、まあ、前の動画ということが重なりますけども、そのやっぱりね、そこにこう知性の集結ね、があるわけですね。そのでそこにこう意識の極限の高さがこう記されてるわけですね。でそこでこうね、ハッと息を飲むと。でそれこそが、芸術であってね、これはね、魔法ではないんですね。あの人間の、修行の成果なんですよ。で修行って何かっていうと、やっぱりね、こう潜在能力を高めましょうということなんですね。人間の能力っていうのはその、まあ、人それぞれ才能もあるしね、で人間自体の限界も、どっかにもあるんだろうけども、その努力するとね、こう極限までね、こう高く少しずつ高く、することができると。でそれはそのね、まあ、スポーツでもそうですけども、まあ、練習すれば、だんだん上手くなるとね。であとまあそれは絵画のデッサンもそうですけどね、まあ、私も一応受験でデッサン勉強しましたけども、描けば描くほど上手くなるから描きなさいと、言われたんですけども、しかしね、この、何も考えないでただね、その目の前にある石膏像をね見たまま、描き写したってね、実は上手くならないんですね。で僕は実はその長野の片田舎の、長野美術専門学校というね、そこでやってる予備校に通ってたんですけど、そこの、村田陽先生という、ね、先生ね、まだご存命でいらっしゃいますよ。Facebook 友達ですけども、村田陽先生はそのヨーロッパで、修行された方で、ヨーロッパ仕込みのデッサンの仕方、その理論ですね、理論を私に教えてくれなんですね。だからその、津崎君ね、そのデッサンの例えばこう石膏図のこのね、この回り込みの部分がね、大事なんだと。つまりその、石膏像をこう影つければこう立体に見えるんだけども、こう立体がね平面からポコッとこう出てるだけじゃダメだとね、もっとこう回り込んでこうそういう、回り込みを意識 して描かないと、ダメだってね。これも一つの理論なんですけど、まあ、他にもいろいろ理論がありましたけど、しかしね、石膏像っていうのはだからそのね、私が学んだのはその私はまあ1年しかやってないしね、大してうまくもなってないんですけども、やっぱりねその、絵っていうのはこう考えて、ね、頭使って考えて描くんだというのを、予備校時代に私は村田先生から教わったと。でそれはね非常にね良かったと思うわけなんですけども、まあ、繰り返しになりますけど、一方では、多くの人ね、まあ、言い方なんですけど素人の方々はこうデッサンっていうのはデッサンというか、まあ絵っていうのは魔法のようなもんだと、ね、才能っていうのは魔法のようなもんだと、そういうふうにしてね、思ってる。でこれは違いますよというお話でありました。